おはようございます。9月18日、日曜日、4時の相場解説ですけども、当然ですけども、相場の方は動いておりません。動いてませんけども、月曜日に始まった時のために、まあ今からね、仮説を一旦置いておこうかと思います。そして、明日の朝ももう一回仮説やります。この中で変化していく部分と変わらない部分と見据えながら、月曜日の相場の動きを見て、そして来週のエントリーに生かそうと思いますよね。あの、介入の意識が、 やっぱ抜けなないいんですすよよつか介入が来るような気はしますレートチェックもありましたしね口先介入とレートチェックをするっていう風なアナウンスだけで実際に介入しなくても相場が落ち着くこともありますけどもでもこの動きっていうのは主には日本人向けであってねドルを扱っている国々には多分こういう発表ってないんですよそういう意味では私たちは先行情報に今あ入っていると預かっているということになりますので若干有利だと思いますよ 若干有利だと思いますけども、アメリカやドル圏では、それぞれ別のアナウンスがされてるでしょう、そのアナウンスは私たちが知ることはなかなかないです、そう考えていくと、日本語でアナウンスされてるものだけを追っていては、ファンダメンタル的にもすごくね、不格好だということが分かると思うんですよ、ですんで、介入があるかもしれないなっていうのは、別にね、今に始まったことじゃなくって、120円を超えたあたりからずっと意識してることなんですよね。まあ、この放送見てる方もそうだと思います ですんで、介入があるかもしれないってことは予感しつつも、基本的にはテクニカルでやっていきましょう。その上で、抜き打ち的にテクニカルじゃないや、なんだ。抜き打ち的に介入があった場合は、これはもうしょうがないじゃないですか。ロスカットラインを求めていれば、介入があろうがなかろうが、テクニカルであろうがなかろうが、ロスカットを求めていればね、被害は限定的ですから。で、えっ、ー、と、利益の方はあ、天井知らずなわけでしょ。だからね、ロスカットラインさえ忘れなければ、介入があっても恐れることはないってことなんですよ。 はい、それではね、丁寧に行きたいんで、1ヶ月足から見ていきましょう。オリガルヒの皆様、改めて解説していきます。1ヶ月足なんですけども、上髭が3割ぐらい、そして実体が6割から7割ぐらいの形で、えー、このローソク足っいうのはできております。それは、1個前のローソク足では逆のことが起きてました。上昇格の高いローソク足ってことですよね。そして今度は、上昇格のそれほどない、えー 上髭を出したななんすすか陽性ってことになってます現在価格が143円の水準です、うん。ということですね。でこれを週足にするとさらに分かりやすいんですが2週間続けて上の勢いがちょっとね否定されているんですよ。で通常でしたらこうやって3平が出て4平なんでどんどん上の方に行こうよって考えてもいいんですけどもこの上ヒゲによってですね いや、これ以上、円安が進まないかもしれないよってことが見て取れます。だから、髭を意識してない方ってのは、これを陽線というふうに見るんで、間違った倍のエントリーをする可能性は高いですね。はい、じゃあ、デイリーの方です。デイリーを見ていくと、上への勢いが殺されてるというよりも、横ばいになってるところが確認できると思うんですよ。ね、横ばいなんで、レンジをこれから1時間で作っていくことができますけども、さあ、4時間はどういうふうになってるでしょうか 4時間このようになってますね。まずは高値をつけて145円に行かなかった。もう一回口先介入があった時に145円から戻っていったところがあるというところで2つの天井ができてます。そしてこれ以前でもお話ししましたけども2つのボトムもできてるわけですよね。そう考えていくとここに箱を作ることができるというふうに思っていただければと思います。4時間ではこの箱が見えてきますけどもさあ1時間ではどうでしょうか。 ね、あちなみにですね、ここ、かなり、こう、横ばいがきつくなっていて、ほんと、ほとんど線みたいになっちゃいましたね。だから、エネルギーが上下から、ものすごく集約されて、もう、右一直線になっている風うに感じてもいいと思います。で、改めて1時間。1時間は、CPI がドカーンとあって、まあ、戻しがブワーッとあってね、その後なんですけども、 えーっとね何が言いたいかっていうとあれですよ三角形ができてたんですよこういう風にね三角形がこういう風に縮まる感じでできてたんですけどもテクニカルでブレイクしたとそしてブレイクは下にいったんだけどもすぐにそれが巻き返しにあって上昇していったところを解説しましたよねで天井がここでまあ、ほぼ一致したと言ってもいいでしょうここで線を引きましょうね143の763ですもう1個 下のところはここで線が引けてます。ね。えっ、ー、と、142円の935ですね。ここの2つを挟んでいけばいいのかなと思いますね。142円の935が仮定で、1が、上が143の、なんだ、765。はい、この2つですね。おおよそ1円だけども、80ピップスぐらいですかね。 上下80ピップスならレンジオプションとしてはなかなか扱いやすいところだと思いますよ。ですんで、えー、相場が開けて値動きが始まった時に上の方に行くよだったらそのまんま倍でエントリーしてレンジオプションを取っていこうかなっていうふうに戦略は立てられると思います。はい。だから月曜からエントリーするチャンスは来ると思いますよ。まあでもリスクの取れない方は月曜日もしっかり見た上で行動するとよろしいかと思います。じゃあ本日は以上です。ね、月曜日からの展望見えたでしょうか 価格を2つ作りましたんでね。この仮説が最も有力です。これでレンジオプション。これでいきましょう。